近年インフラ点検や災害対応など実際の業務増加が課題となっています。しかしその反面、人手不足、財政悪化などといった問題があります。そこで当コンソーシアムで電磁ダムさんのローカル 5G 環境を構築しまして、ドローンの 8K 映像をリアルタイムに伝送することによってダム管理業務支援及び遭難者探査口や災害発生時の現場検証支援の実証を行いました。実証実験を行う天理ダムは奈良県北中部に位置しています。今回は天理ダムにおける点検業務支援、災害時の遭難者捜索と現状把握を想定した実証実験を行いました。ダムの目視点検では低体上部の観察が困難といった課題がありました。また災害発生時は速やかな目視点検と報告が必要となるため、即時かつ効率的な対応方法が望まれています。今回はダムの上部にローカル 5G アンテナを設置、ドローンの映像を管理センターに伝送し、ダムの映像を確認できるようにしました。使用するドローンは 8K 高精細カメラを搭載しています。このドローンで撮影した映像をリアルタイムに伝送します。管理センター内では 8K モニターで映像を確認、携帯上部の映像を安全かつ詳細に確認することができます。準備したアプリケーションは撮影位置とダムの図面をリンクして表示できます。また撮影した映像はサーバーに蓄積し、経年変化を確認することもできます。台風などの自然災害が発生するとその被害状況の調査が必要となりますが、エリアが広大なためかなりの作業時間を要します。また被害状況を詳細に把握するためには高精細映像が有効になります。さらに遭難者が出た場合には即時性が求められるため、高精細映像をリアルタイムに伝送することはとても有効と言えます。まず遭難者の発生を想定し、ドローンを用いて捜索する実験を行いました。無事遭難者を発見しました。自治体担当者は映像を遠隔で広範囲に確認できるため迅速な対応が可能になります。続いて土砂崩れの発生を想定し、車を土砂に見立て災害発生前後の映像を比較、増減量をモデル化する実験を行いました。ドローンの映像から車の形状を 3D で検出することができ、その体積が 8.7 立方メートルであることも推定できます。このように変化量を算出することでその後の対応がスムーズになります。今回の実証実験により自治体業務の効率化や安全性の向上が見込まれました。今後自治体でのローカル 5G を活用した業務改善が期待されます。